逃げようとしてます。よいしょ、大丈夫大丈夫、あれよ、よいしょ、大丈夫。頑張れ。隙あらば逃げようとするな。父ちゃんとオレオの攻防戦。頑張れ、俺を負けるな。首が長いから洗うとこいっぱいやな。長いんだよな。やっぱり長いね。本当好きやらばだね。父ちゃん、もっとソフトタッチにお願いいたしますって俺言わないと。ちょっと粗いですよって。時点でもう研修が違う気がする。だいぶな変わってきた。なんだっけ、あのあれに出てくるリメンバーミーって。あれはちょっとハゲてると思うけど。もう何をされてるかと分からないな。待って待って。みそこの子。これ。よしよし。やっぱりなんかお風呂いるかな。こうやってやっぱりなんか逃げようとするから、いや、うん、お風呂に入れながら、よくお風呂に入れながらなんか洗ってあげるってやるから、やっぱそんないるかな。あれでいいんでしょ、うん、言ってたやつあったな、置いてたみやつ。腰に悪いにやめてください。第2段階で 手と口もお願いいたします。口、うん、口元もなんかすごい汚れてるから、餌食べて、で、あとガムがいっぱいついてて手も、あと肛門のところも、うん、まあ、肛門絞りはさすがに逆に怖くてできないから、だからまた病院にお願いするけど、絞りだけどうしても何回、ああ大丈夫？大丈夫？滑っちゃった。ちょっと。あれ、お座り。お座り。おう。そこはいでから逃げようとするかな、うん、まあ
すごいなんか食べかすがいっぱいついてる時があるから、さっきブラッシングでちょっと取ったけど、よろしくお願いいたします。書いたもんね。よし、お尻でも洗ってもないや。お尻、パチリ。お疲れ様でした。